こんにちは。共産党県会議員候補佐藤正幸でございます。今日は大変お邪魔をしております。あさってが県会議員選挙の投票日になりました。4月1日からまた食料品も値上がりして、本当に皆さんの暮らしも商売の大変な中の県会議員選挙の投票日です。私も国会議員団と力を合わせて消費税を 5% に減税をする。そして県のレベルでも小学校、中学校の学校給食の無償化、補聴器の購入助成制度、介護保険料、利用料の負担軽減、皆さんの暮らしの応援のためにまた力いっぱい頑張りたいと思いますので、どうぞ暮らし商売守れの一票、私佐藤正幸と、そしてご支持の輪を広げてくださいますようにお願いをいたします。ね、また国会議員の力を合わせて頑張りますんで。ね、本当は消費税も下げんなんげんけど。こんにちは。お疲れさんです。少しでも皆さんの暮らしが良くなるようにまた県議会で頑張りたいと思います。そして岸田政権が今、軍事を増強しようとしてます。平和があってこその商売だと思います。こういう時こそ共産党を伸ばして、軍事費に使うお金があるなら商売の応援をと頑張ります。どうぞ皆さんご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。